ニュースピックス編集部の大酒です。柳橋です。今日は乱闘第一生命対 M3。 つい先週末第一生命がベネフィットワンという会社を約3000億円で買収すると。でこの話っていわゆる今話題の同意なき買収で、この買収っていうのは、はい、日本の企業をすごく活性化させると。日経平均もですね、今、はい、調子がいいですけれども、めちゃくちゃ調子いいですね。一時3万7000まで上がってます、うん、で第一生命もまあ実は日経平均採用銘柄ではあるんですね、うんはい、でまあ、じりじり株価が上がっている、うん、いい銘柄ではあるんですけれども、はい、この今後増えていきそうな同意なき買収なんですけれども、うんうん、この第一生命と M3 の件はものすごくいいケーススタディになるんじゃないかな、はい、今回はこの買収騒動の裏側をお伝えしたいと思います。これ何なんですか。いや何なんですか。焼き継ぎ作戦です。ちょっと行儀悪いよねと、うん、M&A、まあ、基準みたいなとか、まあ、原則我々、今回の主役がこの3社ですね、うん、でまずその第一生命と M3 が、まあ、争っているっていう、うん、はい、第一生命っていうのは、はい、もう言わずもがな保険の、うん、生命保険の会社ですよね。生命保険、はい、生命保険でですね、うん、日本一になったんですね、うん、はい、ちょっと前まで日本生命だったんですけれど、うんうん、8年ぶりに8年ぶりかな、はい、に返り着いたと。で M3 は医療界の革命児みたいな、うん、はい、もうもはやスタンダードになってるイメージで、うん、まあ、メガベンチャーというか、うんうん、第一生命対 M3 って、見た時に、まあ、大対小みたいなイメージがちょっとあるんですけども、うん、実はまあそうでもなくて、はい、第一生命の時価総額が3兆円なんですよね、はい、で M3 がまあ 1.5 兆円ぐらい、まあ、実は 1.5 兆円半分ぐらいなんですよ、うん、しかも今株価下がってるんですもんね。そうですね、もっと高い時は3兆円ぐらいあったんで、はい、実はもうそんなにこうそんなに差がない、まあ、ゴジラ対キングコングじゃないですけれども、はい、まあ、結構大物同士の戦い、うん、でこの2社が欲しがっていたのが、うん、この福利厚生の代行をされている、うん、はい、ベネフィットワン、ベネフィットワン、ね、ちなみに親会社がパソナーですね、人材派遣の親玉パソナーっていうのが今回のこの状況ですね。このベネフィットワンを、この両社で取り合っていた。で結構ですね、このプレスリリースなんかを読んでいると面白くてですね、結構激しくて、まあ、はい、まず最初に M3 が、うん、先に手を挙げて、はい、1400円、1株1400円で買いますと提案したんだけれども、はい、パソナにですね、うん、口頭でですね、もっと上げてくれと的なことを言われてですね、最終的に1600円にしましたと。ちなみにですよ、ベネフィットワンの市場での、まあ、まあそもそもの確かに、はい、ざっくり1000円なんですよ。そうですね、プレミアムがついてる、ついている、はいはい、で次に第一生命が1800円よりもさらに高い金額になる予定、しかもですね、自己資金を、用いる予定であり、決済資金の準備も完了していますと。金はあるぞと。そう、その通り、そう、金はあるよと。もう一つ面白いところが、はい、M3 が発表したのを見て、はい、強く引きつけられてということですね。後出しじゃんけんしたよって言ってるってことですよね。そうです、そうですね。発表した買い付け価格が2123円、最終的な買収価格は結局2173円になったんですね、うんうん、さらに50円上がった。そう、はい、だからざっくり1000円が、2173円になったということで、はい、どんどん上がっていった。3000億円そうですね、これ3000億円の価値がある、はい、この福利厚生代行ってのが一連の流れなんですけれども、うん、まあ、気になるポイントがありますね、うん、まず一つ目はこの第一生命みたいな保守的な、うんうん、いわゆる JTC ジャパニーズトラディショナルカンパニ ー、この企業がなんでこんな人のものを横取りするような思い切った行動に出たのか、これすごく謎ですよね、はい、もう一つはベネフィットワン、これ3000億円で買ってるわけじゃないですか、はい、何がそんな福利厚生代行って、うん、魅力なの、はい、ということでこの2つについて今回見ていきたいと思います、うん、福利厚生代行なんでこんな人気なのか、うん、そうですよね。今回ですね、さすがに渦中のベネフィットワンはですね、ちょっと取材は難しいんですので、同業他社、福利厚生の代行って、2社で市場に分していて、うん、1社がこのベネフィットワン、はいはい、でもう一社がリログループという、はい、取材してみました。これが福利厚生の
最近だとその、うん、どういうこの福利厚生が、まあ、トレンドとしてこうトレンドですか、はい、LMS って言ってこう、うん、どちらかというとこの、うん社内のこの研修絶対受けてねみたいなものってあるじゃないですか、うんはい、例えば管理職向けにパワハラとかセクハラの研修動画をちゃんと見てねと、かつチェック の, その問題解いてねみたいな、あとはメンタルヘルスのチェックおよびサーベイであるとか、例えば体重や食事のサポートを受けられる健康のアプリケーションであるとか、健康診断の代行、それから例えばポイント型サンクスなんていって昔言うとありがとうカードみたいなのを社内で渡すみたいな制度があったりしましたけど、それがちょっと我々の中でデジタルになってたりしまして、非常にこう広域にサービスを展開するようにここの10年でやっぱりなりました。ベネワント理論ってどっちの方が大きいんですか？これがまた交渉もなんかあの言い合いをしてるんですが、法人数だとうちが多くて、会員数だと先方さんが多くてみたいな状態になってるかなと思いますね、はい、これってそのまあ理論さんもとはいえ710万人もいるわけじゃないですか、はいはい、もしですよ理論がこうどっかの会社に買収された時にどういう相乗効果が考えられるんですか？例えば M3 みたいな会社とか大成みたいな、だとするとやっぱりそうですね、そのやはり労働人口の中で言ったらやっぱり20代30代40代のデータが、うん、まあものすごい数やっぱりあるっていうのがデータ、はい、我々のことを通して旅行をする人たちがいます、はい、どこにいくらで、うん、どんな人数で行ったかっていうデータはビッグデータとしてあります。あ、はいはい、うん、じゃあそれを生かしてあのホテルマネジメント事業を始めてるんですね。あ、例えば、うん、転勤の話もそうなんですけど、うんうん、まあ、大企業さんが転勤は当然ながら比率が多いわけですが、はい、例えば大阪に何人、福岡に何人、うん、仙台に何人、うん、全体のビッグデータとしてどれぐらい移動が2年に1回とか1年に1回起きてるかみたいなデータをもとに、うん、逆に言うとこんだけあの賃貸管理会社全国で M&A したんですね。ああ、そっか。じゃあそこに賃貸の需要が発生するって分かりますもんね。ある程度はです。確かに面白いですね。その福利厚生事業でデータがすごく集まるから、うん、じゃあいろんな業界にこうその相乗効果が きそうな。自分自身は業界全体が上ってると思ってます。そういう拡張性って投資家は理解してるんですか？なんでしょうね、気持ち悪い会社ですねとかっていう、なんか何やってんですかねって言われることは結構昔からあったんですけど、はい、今は比較的あ拡張性大きいですねって言われることは、あ、そうなんですね、はい、あの比較的増えたかなと思います、こういうことをやってみたいとか、ああいうことをやってみたいっていう提携のお話は本当にいただきますし、うんうん、特にまあその競合さんで言えばですね、うん、あの非常にそのどちらかというとそのヘルスケアのところに関しては力を入れてやってらっしゃいますんで、うんうん、その検診データをどう使うのかということは、うんうん、実は我々はそれ持ってませんので、うんうん、やって自社ではやってないので、あ、そうなんですか、はい、健康とかっていうのはやはりあの、うん、持ちは持ち合いにじゃないんですけど、うんうん、やはり難しいんですよ。へえ、何が難しいんですか？病院によって健康診断の適正な数値も違えば単位も違うんですよ。そうなんですか、はい、その統合作業たるや、あ、そっか、そのシステマチックにやるためのノウハウとかがやっぱ全然ないですし、うんうん、っていうことの、まあ、事業バランスを考えたらどっちに行くかみたいなことを考えて、はい、結論を出しているっていう。あ、そっか。じゃあ逆に言うと、ベネワンは頑張ってそっちに行ったと。あ、でリルはまた別のところにチャンス。そうですね。パソナさんが手放す理由はじゃあ何なんだって言われた時に、それ何なんですか？いや、何なんですか？そんな個人的なことじゃないですけど、本当にわからないです、それは。いや、なんかよく分かりましたよね、はい、なんか福利厚生ビジネス、代行のビジネスってめちゃくちゃデータを持ってるっていうのがすごくよく分かって、しかもこのリロとベネフィットワン、なんかこう強みがそれぞれ違って、ベネワンの方はその健康診断とかのデータをすごく持ってる。だから M3 が買おうとしていた理由とか、あとはもしかしたら第一生命も生命保険とかなので、まあ何らかの相乗効果がありそうな気もするので、なんかこうちょっと分かってきた感じはしますよね。これ大前提、その今回のテーマの同意なき買収、うん、これって別に悪いことじゃない。そうなんですよ。悪そうですけど。悪そうなんだけれども、はい、実は悪くないっていうふうに宣言した人がいてですね、それが国なんですね。国、はい、まあ、経産省なんです、はい、まあ、経産省は去年の夏8月に、うん、
この同意なき買収に関する、まあ、ガイドライン、同意がないまま買収提案を、まあ、するには、まあ、こういう手順を踏むべきですよね。で、受けた側は、それをこういう手順で検討するべきですよね。真摯にやればやっていいよ。そうですね。ふざけるなとは言えないってことですよね、提案された側が。そうなんです。なんかよく日曜劇場とかで、そういうイメージが、はい、昔は敵対的買収って言われたり、うん、まあ、もっと昔はハゲタカとかって言われたりしてましたよね、はい、うん、経産省がお墨付きを与えたことで、うん、JTC である第一生命もやってるってことですよね、うん、そうです。これはちゃんとそのこのガイドラインにも沿った提案ですよ。やっぱりこう一種錦の御旗みたいな感じで、はい、に、使われていると。これがあることは、うん、日本にとっていいことなんですか。はい、いいことということに、うん、まあ、なっています。そもそもこう買収される側はですね、こう買収されることでもう少しさっきみたいに株価が上がってですね、1000円が2173円になってるわけですからね。買収する側もですね、買収することでいろんな相乗効果で、はい、企業価値を上げて成長していくと、うん、はい、だから、去年なんかは東京証券取引所が、まあ、PBR1 倍割れの企業をもっと株価意識しなさいよっていう要請を出したじゃないですか、うん、はい、であれがすごくこう株を上げる要因になった、ね、はい、だから去年の株価上昇の影の主役当初だったんですね、うんうん、今年の株高の影の主役は、経産省になるんじゃないかと。なるほど、まあ、この買収合戦で第一生命大勝利ですけど、うんうん、ま、でも横から入ってちょっとあまりにも乱暴な気もしなくもないので、まあね、こんな急に同意ないまま横から急に入って、うん、なんかリスクないのかなということで、はい、企業買収とかに詳しい弁護士に、そうですね、はい、話を聞いてきました。大酒です、はいはい、大酒飲みなんですね。よく言われるんですけどそうでもなくて、そうでもなくて、はい、今回の、うん、はい、すごく特殊な TOB というか、あの保守的な第一生命が横から入ってくるっていうところで、うんうん、非常にまあ興味深いケースですよね。あ、やっぱそうなんですね、はい、そうだと思います。どちらかというとこう上場会社同士の M&A って、まあ、お行儀って言いますか、はいはいはい、お行儀があんまり良くないことをやるのはちょっとどうかなみたいな、やっぱりですよ、ね、傾向はまあ従来からあったと思いまして、うん、ちょっとこうあの特殊なのは、うん、第一生命が横から入ってきたっていうのが非常にこう、はい、ね、面白いですね、はいはいはい、いろんな言い方はするんですけど、まあ、ディールジャンピングとかディールジャンピング、まあ、横入りとか横取りとか、先行して TOB に対して横から入ってくる、ピョンと入ってくるっていうイメージ、これはその、まあ、論点という意味ではどういう、はいはい、まずその先行するその M3 の TOB っていうのはこれ全部買収じゃなくって部分買収だったと、はいはいはい、親会社であるパソナーの保有株分を合意を持って取得するっていう、まあ 55% ぐらいですか、上限付きのまあ TOB だったと。そこに対してその第一生命が全部買い付けの上限なしの TOB をやってきたと、うん、でそれからやっぱり分かりやすいのは価格ですよね。価格、はい、M3 の方が最初1600円でしたか、はいはい、これに対してまあ第一生命の方が最初1800円って言いましたけど、はい、実際はまあ2123円ですから、はい、ちょっと上げてきましたよね、はいはい、そういう意味ではベネワンの経営者にとってみれば、はい、価格だけを見ればいい、しかも価格が高い第一生命に売るのが一番シンプルで、そうですね、全館中に義務を問われない、はいはい、そうですね、まあ、それが一番シンプルだし、要するに価格だけで決めればいいっていう判断に至るわけですけど、今回の経緯見てると、うん、おそらくそうじゃないんだろうな、どちらかというと、まあ、パソナグループの方が持ち株を売却したいと、うんうんうん、でベネワンは、まあ会社を売却するというところの判断まで行っておらず、まあ、パソナグループの売却にまあお付き合いをしたんだと、うん、なるほど、いう構図なのかなと思うんですよね。はははお、まあ、これ推測ですけども、ははこういうケースっていうのは、はい、こう増えそうな雰囲気ってありますか。そうですね、今後増えてくるんじゃないかなという気はしますよね、うん、ただ論点もやっぱりあると思うんですよ。例えばその普通有効的な M&A するときに買う前にその対象会社の、うん、協力を得て、うん、事前に
あのチェック、デューディリジェンスですね、うん、いわゆる、うん、をこう普通やるんですけど、まあ、同意なき買収ですとか、うん、あそっかそっか、そういう場面で対象会社の協力得られませんから、はいはい、そっかそっか、その対象会社の経営陣の同意を前提に TOB しますよってこうアナウンスです、まあ、これベアハッグっていう言い方です、うん、ベアハッグ、はい、相手方の経営陣にクマが抱きついて身動き取れないよ、実務的なソリューションは出てるかなと思います。もう一つはですね、はい、独禁法ファイリングとか虚認可の論点ですね。あ、なるほど。でそれが実際問題になったのがその日本セイコーと東京セイコーのケースで、はあはあ、でそれは 20% 程度ぐらい日本セイコー株取ったんですけど、はい、日本だと 10% を超えてその支配が、うん、強まる場合には一定の手続きを求められてるんですが、はあはあ、そこのところの手続きが なかったっていうことで、せっかく 20% まで敵対的に買ったんですけど、はあ、10% 分までまた市場で売却するっていうことは、はい、これも多分気づかなかったんでしょうね。気づかなかったなと思うんですよ、うん、だからやっぱり事前にちゃんと精査する機会がないとやっぱりそういうことが起こっちゃうと思うんです。そうですね、結構そういった障害の中でこううまく本当にいくケースだけしか、ね、まあ実はまあ成立してないっていうところがあるので、先ほどのご質問で増えるでしょうという話はしましたが、無条件に増えるっていうわけではなくて、今申し上げた論点を、まあ、クリアできるような選ばれたディールだけが多分表に出てくるんじゃないかなと思いますけど、ね、結局同意をしないまま買収するから、うん、まあはっきりとは見えない相手をまあ買収するっていうことですよね、うんうん、何らかのこうもしかしたらリスクが、はい、分からないリスクが潜んでいるかもしれないということで、うん、もう同意をする前に買収するよと、うんいうふうに宣言してしまう、ベアハグというふうに言う、はい、面白いですよね、みたいですね、身動き取れないように、そう、こうクマがこう刑事に抱きつくと、でその提案が経済合理性があるので、うん、でそれをもう公にプレスリリースで公にもう提案してしまうことをパブリックベアハグというふうに言うらしい、かっこいいですねこれ、すごい、ちょっと覚えておこうと思いました、はい、今回 その買収合戦のまあ、価格は一つのポイントではあるんですけれども、はい、もう一つポイントがあってですね、うん、M3 の提案に関しては、うん、ベネフィットワンの株を 55%、うん、最大 55% 取得しますっていう提案だったんです、はい、全部じゃないんですね、全部じゃないんですよ、うん、で第一生命は全部取得します、もう完全に子会社にします、うん、取り込みますという提案だったんですね、はい、一部買収されるのか全部買収されるのかと、ね、まあ、だからちょっと弱いといえば弱いですよね、うんうんうん、こういう同意なき買収っていうのはですね、去年一例があって、それがまあニデックですね、はい、ニデックが、まあ工作機械の会社を買収する、うんうん、それももともと最初は同意なき買収提案だったんです。でニデックにちょっと取材したんですけれども、最初敵対的買収でしたよねみたいな言い方をすると、敵対的買収ではありません、同意なき買収ですとこう怒られたんですけれどもなんか意味、はい、一緒だけど、でも経産省が推進してるのは敵ではない、敵ではない、同意なき買収なのでもうそこのこだわりはやっぱりすごくてですね、でこのニデックの件に関わった人に、また別の人に聞いてみると、はい、ニデックはですね相当慎重にいろんなこう準備とか交渉とかですね、説得っていうのをですね相当慎重に進めたと、自分たちがこの同意なき、まあ、経産省の示したガイドラインに沿った同意なき買収の第1号案件になるから見本にならないとダメだっていう矜持は、ものすごく持っていた、うん、もしかしたら第一生命を参考にしてるかもしれない、絶対してるでしょ、うん、してると思います。いよいよ本丸第一生命、はい、はい、第一生命はですね時価総額を10兆円に上げる目標を掲げているんですね。今3兆円ですよね。そう、株価3倍ですよ、はい、まあ、もし彼ら信じるなら今株を買ってて信じるなら信じるならね。どうやって時価総額を10兆円まで上げていくんですかという取材なんですね、はい、そういうグランドビジョンの中にですね間違いなくベネフィットワンのことも入っていると思うので、うんうん、まあ、どの部分がこうベネフィットワンなのかなということをこう、想像しつつ取材しました、はい、あれですね、まあ、有名な話ですけど GHQ がオフィスとして接種して使っていたビルですけども、お酒、お大酒さん、あ、お酒、お酒です、お酒飲めないとかじゃないですよね。いやでもそんな飲めない、あ、そんな飲めないです、まあ、そんなもんですよね